カムロジちゃんは、千葉県桜市の元マスコットキャラクター。市の桜、城下町400年記念事業の終了に伴い、令和2年度で市の公式キャラクターを卒業した。コンセプトは、ゆるキャラ以上、萌えキャラ未満 ?2010 年が1610年に、土井都市活が桜藩主となって400年目に当たることにちなみ、桜城を追記に用したとされる7年間にわたり、 桜市の歴史、文化、魅力を全国に発信することを目的とした桜、城下町400年記念事業が執り行われている。カムロちゃんはその昔桜城に住んでいたあやかしであった。江戸時代の書物、古今、桜雅子には、毎晩城内の書院の杉戸に描かれた絵から抜け出して、遊ぶ8から9歳くらいのカムロの記述がある。 城が取り壊されて以来定石に眠っていたが400年の時を超え同事業のイメージキャラクターとして桜の魅力を発信するため現代に復活した。キャラクターデザイン及び事業のロゴを担当するのは桜市内在住の漫画家、イラストレーター、誰かである。彼の手による4コマ漫画、振り向けばカムロちゃんが広報誌、広報、桜と桜。 城下町400年記念公式サイトで連載されている。また、古今、桜雅子のごとく、大洋術、三次元と称して絵から抜け出したカムロちゃんが各種イベントや桜市の行事等に定期的に登場している。カムロちゃんの名前のカムロとは、肩までで切り揃えた髪型の子供を指す言葉である。現代でいうところのオカッパー玉やボブカットに近い。 詳細はハゲを参照。土井都市活が桜の地に風ぜられた1610年から2010年で400年となったことにちなむ。4コマ漫画、振り向けばカムロちゃん、広報桜2011年3月1日号第15条、桜、城下町400年記念公式サイトより、ありがとうございます。